ジャハナ・ノボルコチヒラウンド公園内にある、ジャハナ・ノボル先生の像、ジャハナ・ノボル先生の像の碑文、ジャハナ・ノボルは、沖縄の社会運動家、自由民権運動家、帝国大学農科大学卒業、沖縄県発の農学士、コチンダ出身、コチンダ紛りの農家の出身、1882年に、第一回県費留学生として上京し、学習院中等科に入学。 中江町民の教えを受ける。1885年から東京三林学校で学び、1891年に帝国大学農科大学を卒業。沖縄初の農学士となった。卒業後、鹿児島県等の県外出身者が多数を占めていた沖縄県庁に技師として入り、沖縄の農政改革に努める。1892年に、 奈良原シュエルが知事として赴任すると、1893年12月に土地調査委員に任命されたジャハナは、旧特権階級や支配層を優遇するソマヤマ解魂をめぐるソマヤマ問題で奈良原と対立。ジャハナは、1894年9月に解魂主任を解任され、1898年に県庁を退職した。県庁を辞したジャハナは、 その年夏に上京し、自由民権運動の主導者で当時、内務大臣であった板垣大輔に面会して、奈良原の鋼鉄を求め、内諾を得る。しかし、第一次、大熊内閣が、同年11月に倒れたため、約束が果たされることはなかった。翌1899年に、遠山久蔵らと沖縄クラブを結成し、県政批判、土地整理問題、 三政権獲得の三点を中心に活動を展開したが、農耕銀行の役員選挙で敗れ、挫折した。1901年5月、山口県大津郡の農樹試験場に職を得て、新しい認知へ向かう途中、神戸駅で精神に異常をきたし、個人ダに帰郷以来回復することなく1908年、43歳の時に死去した。遺骨の頭蓋骨には、 ひびが入っていたともされると、死因には疑問が残されており、かつて、コチンダ町による調査が試みられたこともある。ありがとうございます。